昨夜、新庄祭りが開幕し、豪華な屋台が市街地を練り歩きました。ユネスコ無形文化遺産に登録されている新庄祭り。昨夜は宵祭りが行われ、3日間にわたる祭りがスタートしました。今年は4年ぶりに有料観覧席が設けられるなど、コロナ禍前と同じ形で開催され、多くの観客でにぎわいました。昨夜は豪華絢爛な装飾を施した屋台が市の中心部を練り歩き、行列に参加した子どもらが独特の掛け声で盛り上げていました。待ちに待ってたお祭りが復活したんで感動してます。すごいですね。前よりちょっと人がいっぱいで気がしました、ね、やっぱり太鼓の音色とか綺麗な音がすごい心に響いて気持ちいいなと思いました。新庄祭りは今日が本祭りで、屋台行列が行われています。